MLB ドジャース3、2レッズ、日本時間20日、ドジャースタジアム、ドジャースの大谷翔平選手が劇的サヨナラ打を放ちました。この一打は大谷選手とって移籍後初、エンゼルス時代の2020年9月4日以来となる約4年ぶりのサヨナラ打となります。大谷選手は2番 DH で先発出場をすると10回2アウトの得点圏にインコース低め151キロのストレートを弾き返します移籍後初のサヨナラ打でチームに3連勝を導きました大谷選手は劇的な幕切れをああいう状況で打てたことが次の打席にもちろんつながって明日以降にもつながると思うので素晴らしい瞬間だったかなと思いますと振り返ります最後の打席では 長打ではなくて、短打はしっかりと打つバッティングだったので、いい結果になってよかったと思いますと対策を講じていました。また大谷選手は厳しい配球でコースを攻めていたレッズのアレクシス・ディアス投手を攻略。初球も良いところの球でしたけど、そこは見送ってよかったかなとは打席の中では思っていた。 その前のスライダーであったり厳しいボールをファウルにできていたのがいい結果につながっているのかなと思いますと明かしました17日にはアメリカ・ロサンゼルス市は大谷選手の功績を称え市議会は大谷翔平選手がドジャースに所属する間5月17日を大谷翔平の日に制定この1週間を特別な週末だったかなと思いますと語りました